5月10日金曜日の朝9時頃に撮影しています。やっぱりすみれちゃんのね様子がおかしいと思ってちょっとね見てみたんですけど、まあちょっとね白点が出ています。出てますね完全に。で錦やっこ見ても綺麗なとこに白いのがいっぱいついてて、尾びれにも今白いのが出てますね。うん、いや完全に出てますね、ヒレのとこに。すみれちゃんも多分そういう意味でしんどくなってきたのかなっていうのもあって、今から、同イオン、入れたいと思います。まずは諸国の蘇生を厳命し神家の証言を停止しようと繁栄なんですけれども、最初はたった一人から始まったんです。時代の政治家で海馬の改心でおなじみの中富の鎌足の息子です。じゃあこの武士と一人から初めて繁栄したすごいですね。そうなんです。その繁栄の鍵となる場所があります。それがこちらです。平城京、奈良時代の都ですよね。私も栗原市っていうのを今開放するんですけど、栗原時代のイメージが強いので、繁栄の太陽が平安京じゃなくて平城京になるというのは、ちょいちょっと結構多いです。この平城京の都づくりを主導したのが、武士と呼ばれていまして、その都づくりの中で権力を固めていったとされているんです。で、調べてみると、武士との都づくり、最初から順風満帆。日曜日の朝5時半頃です。白天の様子なんですけど、今旗立て台に白天がついております。わかるかな？あ、ついてますね。ただ同イオン治療をね、2日目にして、まあ丸2日経過して、そうだね、パープルタンにはついてないですね。あと染め分けとか茶色とかマンダリンにも、あとは錦にはまだ再発というかまた出てきましたね。昨日取れかけたんですけど出てきました。赤根花鯉にはついてないのかな。あ、ついてますね錦も。やっぱ重症なのが相変わらずすみれちゃんですね。こうか、この下でずっとこのように横になっています。この白い点々がここ2日間全く取れていません。同イオンの濃度が低いんでしょうね。でもいつものペースで毎日 0.4ppm 追加添加してるので、まあこれを、まあ、4日間ないし5日間ですね、もうなるべく、そうだね、焦らずに添加していきたいと思います。
人が見る。